前回までの動画、私はヨーロッパ周遊旅行をしています。ロンドン、パリと来ていて、今回から新しい国に突入です。こんにちは、伊藤かりんです。今回の動画で行く国は、スペインです。スペインのバルセロナに行きます。ずっと行ってみたかった、食の街だと思っているので、そうだね、いっぱい食べたいんですけど、まあ、ちょっとやることがありまして、何ですか？今回スペインは、はい、謎解きをたくさんしたいなと思って行きます。なんと時に中世界へ飛び出そうです。ついに世界へ、はい、飛び出しました。そして私たちは今日この夜飛んで夜着くんですけど、明日の朝もう一人増えます。はい、誰か予想は容易にできると思いますが、皆さん楽しみにしていてください。では、はい、この動画この旅もよろしくお願いします。お願いします。広。ごめんなさいね。トイレも綺麗。このソファーも1ベッドかな？もしかして。ということでバルセロナ。バルセロナは3泊します。他の国より一泊長いです。美味しいご飯いっぱい食べますということで、おやすみなさい。グッドナイト。グラシアス。おはようございます。おはようございます。スペイン、まあ一応2日目、スタートします。本日は大晦日ですけど、大晦日の感じが全くしない。そうだね、寒い大丈夫、日が出てくればあったかいから。そうだよね、一応最高気温は19度みたいで、でも今はちょっと日が出てないので11度ですけど、まあ19度の服装で来たのでちょっと寒いです。朝8時から市場がやってるはずなので大晦日、はい、大晦日で休みとかそういうのがないことを祈って、はい、今から、はい、向かいたいと思います。やっと服装もなんか雰囲気変わった。確かに絵変わりしました、ちゃんと。では行きましょう。はい。でもここあれ海の真横だからちょっとやっぱそういうリゾートっぽい感じなのかな。いや生ハムだよ。バルセロナの治安はどうですかっていう風に受付の人に聞いたら、全然安全だよ、スリだけ気をつけてねとのことでした。怖い。いやでも全然スリはさ、ヨーロッパはみんなだから、安全ならよかった。スリだけ、気をつけましょう。絶対に気をつける。すごい空が綺麗。こっちかも。そっちだと思う。ほうほうほう。なるほどね。
全部。でもちょっと違うねやっぱり、うん、全部違うちゃんと国の雰囲気が。やってるね、よかった。多分8時で開いたばっかだから、その飲食がそうどれぐらい空いてるかよくわかんないけど、朝ごはん系しか空いてないかもだけど。フルーツ有名、うん。ジュースだね。Yes. Gracias. Ma. ちょっと怖いな、私ここで食べるの。Gracias.行くのかな、これ思ってる番号じゃないんだよ。ほら、yeah. I wanna go to airport、yeah. あ、空港に来ました。もう一人の友人が着くのを出迎えるつもりがもう着いてるらしいです間に合わず待っててもらっている状況です。間に合わず、この空港でね、カリンが一生懸命作ったウェルカムトゥナナセをね見せて待ってようと思ったんですけど、これ出すつもりだったのに。しかもこのドイヤさんは見えるかな、カリンが描きました。ちょっといつもよりお目目が出てるかもしれないですが、これを持って迎えに行きましょう。待たせてるのに。待たせてるくせに。あれ違う？あれそうでしょ、絶対。あ、そう、これで待ってる予定だったんだけど。探したんだけど。そうだよね、ごめんなさいね。日本人いないと思う。そうだよね。ごめんね。間に合わなかった。お待たせしました。ありがとう。ようこそ。ようこそ。知り合いがいる。お疲れ様。めっちゃ楽しかった。え？道中？
それだけね。一回もさ、あと何時間か確認してなくて、一生確認しちゃった。なんとなくどんぐらいだろうとか、あと2時間ちょいだろう。強っ。体感は、でも夜8時だったからよかった。あー、逆にね。うちら9時、朝9時ぐらいだったのね、初が。でも寝たけどね。有料寝てたんだけど、私はそんなに。なんか電車で行くと50分かかるんだけど、車だと15分だから車。やっぴー、オラー、オレです、オク、ソリオラー、もう開い合ってそうだけど、なんか、あ、そうね、ちっちゃいの、あ、そっち奥です。左。これ開けるの、開けられなかった私。ここだった。どうやったの？ひねるの？うん。そちらがあなたのベッドです。西のエリアなんで、どうぞ。そっちの机でよかったら使ってください。はい、さあということで動画が長くなりそうなのでここで区切らせていただきます。いよいよ3人での旅がスタートします。次回もお楽しみに。